こんばんは。こんな夜遅い時間に申し訳ございません。こんばんは。あ、握手券が届きました。よかったよかった。あ、そう、北条屋に行ってきました。サンフランシスコ朝だよって。そうなんだ。北条屋楽しかったです。去年行けなくて。そうなんですよ。だから久しぶりに行きました。楽しかったです。お祭りの食べ物を久しぶりに食べました。全然食べてなくて、全然っていうか行けなかったから。ちょっと一回カメラを置きます。あ、綺麗になった。はなちゃんが外出してて震えたって。確かにあんまりね、そういうの行かないタイプだよね。人はなんかだんだん多くなってきてた。でもまあ多いですね。あんず飴は、花が求めてるあんず飴はあのカリカリ梅なんですよ。カリカリ梅で、あれ、あんずと梅って違う違かった。じゃあ、あのあんず飴はなかったです。でも星梅飴は食べました。めっちゃ美味しかった。初めて。ね、待って、声変って思ってます皆さん。私声変なんです。今なんか一回声枯れた時あったじゃないですか、風邪で。で声枯れて治ったと思ったんですけど、なんかずっとちょっと枯れてるんです。なんかやったーって言っても声が出ないの。ずっとなんかなんとかですよねー、なんかなんだっけな、なんか歌ってなんかそう、たまになるんです。イエーイってほら出ないの。イエーイってこういう感じなんです。なんかずっと声なんですよ。全然喉は痛くないんですけど、イエーイってイエーイって出ないんです。そうなんですよね。なんかわかんないんですけど、たぶんなんかかすれちゃうんです。たまに変なんですよね。シーって言われた、イエーイ。そう言われると痛くなる。そうだから声が出なくなっちゃう。声が変になっちゃった。ハスキーですね。あ、普通に出るんですけど、そのやったね、なんかたまに出ないんですよね。そう、ずっとなんか変ですよね。うん、声変わりしてるのかわかんないけど、わかんないけど、なんか喉が変です。そう、今日クマひどくて、今日は久しぶりにショールームつけてセットしたら自分のクマがすごすぎてなんか浮いてた。なんかやばくない？なんかクマすごいんだよね、ずっと。なんかわかんないけど。すっぴんです、すっぴん。
50夜楽しかったですよ。初めてトルネードポテト食べた。長いやつ。なんかなんていうの、ポテトみたいなのかなって思ったらポテトチップスみたいなした。とっても食べづらかったけどめっちゃ美味しかったマジでお腹いっぱいだったけど、あれだけでもうお腹がいっぱいだった。夏青ハウス楽しかったよ。楽しかった楽しかった。そうなんです、さくちゃんとなこちゃんに会えたんですよ。あの葵ちゃんが誘ってくださって、そう花が会えねから誘ってくださって会えました。もう嬉しくてさくちゃんの足に抱きつきました。宮脇さくら様って思ってそう、さくちゃんとあの穴場を見ました。もう途中怖くて抱きついて見てた、みんなで、ね、はーってなって、そう世界の宮脇さくらさんだって言ってなこちゃんも会えてめっちゃ嬉しかったです。なこちゃん世界の矢吹なこ様ですなこちゃんともたくさん話して楽しかったです。なんか幻のような感じでしたよふふ世界のさくなこめっちゃ嬉しかった会えて。幻。めちゃめちゃ綺麗な、本当の天使の輪ができてる、ここに。すごい。噛み切ったんだよね。そう4センチだけだけど、でも本当はここまで切ってみたい、この辺まで。でも成人式は伸ばしておきたいからまだ切れないけど、切らないけどここまで切ってみたい。大人になれるかな、噛み切ったら意外と。おお、噛み切ったらさ大人っぽくなるかな。今日バブミがすごいだって。すっぴんだからかな。髪の毛は染めてないんです。なんか髪の毛はなんか染めたいと思わないんですよね、あんまし。前切りすぎて泣いてたやんって。あの時はあの切る覚悟がなかったんですよ。切りたいって思わずに切られてしまって、でしかもなんかおしゃれな感じなく結構パスって切られちゃって、それで泣いたマジショックだったよねその時はショックすぎました、泣いたかわいとうだね。パジマはシルク。肘、右肘、左肘交互に見て面白い熊やばいよね、なんか今日さ
茶色のマスカラ買ったと思ったら黒のマスカラだった。悲しい結構悲しかった。ねえ悲しい。なんか結構茶色を使ってたからめっちゃ悲しかった。月見バーガー食べるって、え今11時だよ。勇気がいるよそれは。ハンバーガーとか久しく食べてないかもしれません。あ一回差し入れで会った時に食べたぐらいです。声がまた変になった今。はなちゃんのいつもアイシャドウはオレンジ色です。オレンジ色を使ってます差し入れしてくれる。鼻声いつもです洗顔何使ってるっけな。薬局でやってるやつダブだって。ダブ メーカーはアイムミミです。さくちゃんがそれ使ってたから使ってみたハンデは使ってないです。下地だけですハンデ塗らないタイプ。あ化粧水とかは 無印でも行く時なんだっけ遠出する時遠出連泊とかする時はイソフラボン使ってます。なんかファンデーションはいいかなとか思っちゃいませんそうだから下地とお粉とコンシーラー。あライブの時は塗ってる。さすがに塗ってるけどでもそんな塗ってるほどでもないかなあ足のあざ治ったんです。もうね痛いんだけど触るとでもね嘘のように嘘みたいにもうないの。どうやって見せたらいいんだっけ。ほらないここだよ。ここにあったの。あちょっと待って。ほらここにあったの一切なくなった。すごくない。そしたら若いからだよって言われた若いから治ったみたい。すごいよね急にな。でもなんかあざできるとあざってここにそのところに血がこう寄ってるからこうやって やるんだって。こうやって伸ばすといいらしいです。マッサージこうやってって言われた。あざができた時はこうやってくる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 って言われました。痛いけどそのお風呂とかでこうやってやるといいんだって。そういいらしいですよ。トレーナーさんが言っておりましたね。地味にこうやってやってた。こうやってずっと、あざできやすい人って皮膚が薄いんかな。そういうこと分からんな。おじさんになるとかさぶたとか治り悪くてびっくりしちゃうよだって。そうなんだそうなんだとか言って。青なんか青じゃなかった。なんかもう黒っぽかったです。そう単にぶつけやすいんじゃないだって。えでもさぶつけてもさそんなできない人はできないじゃないですか。あんまりできるのかな。でもなんかいつもビビアンはいつもあざがあるの。こうやってポンポンってこんなちっちゃいの
いつもぶつけてるのいつもこけてる面白いよねでも花もぶつけてできるけどすぐ治る。血管が細いんだ。やばい、髪の毛サラサラ、うらやましい。あ、クマさんが来た。花ちゃんはよくこけません。久しぶりに大きいあざ作りました。全然こけないですよ。鉄菜の衣装はよくわかるだって。いやん、見てるのねいい子だからすぐ治るんだ。だって、いや、それはないと思いますはっ。髪切りで羨ましい。サランサラン。ビビアン常にこけてそう。確かにビビアンってマジで面白い。元気出ますね。最近リミカちゃんとのエピソードは会ってないんですよね。全然、いつ会ったっけ最後。でもこの間 LINE、 あ、もうマジで早いよ。リミカちゃんのあの SNS の反応が、花が仕上げるじゃないですか、例えば Twitter に。そしたらすぐもう LINE が来る。なんかいっぱい指輪ついてるねとかいっぱいなんか可愛いねってよく LINE が来る。で、早って言ったら、だってオタクだもんって来る面白いよね。あとなんかよくそのボイスメッセージ来るんですよ。そう、ボイスメッセージ来るから動画を送り返す。そう、タメ口、花がタメ口で呼んで、あ、タメ口で喋っていいよって言ったのなんかもういいよって言った。かわいいよね。その動画ください。絶対にダメです。その動画はもう寝っ転がってこうやって映っ、こうやってなんかスノーでこう遊んでるやつだから、ちょっとそれはダメです。リミカちゃんは言われなくてもっていうか、まあ、ちょっとタメ口、ちょっと敬語みたいな。だからもういいよタメ口でって言った。リミカちゃんとは4歳違います。意外と違うあ、なんかタヌキが来てる。ありがとうございます。リミカちゃん以外にタメ口の後輩いるかな。ハルちゃんがたまに。ハルちゃんってねマジで面白いです。なんか冷たいのもう面白いよ。なんか食いつきはすごいあるんですけど、食いついてからがめっちゃ冷たいんです。例えば「はなちゃん」って来るじゃないですか。で2人で「キャッハッハッ」って笑って「ねえ」みたいな感じでもう振り向いたらもういないんですもうどっか行っちゃってて超早い。でなんか「はなちゃん」って「あ」みたいな感じ。めっちゃ面白い。超元気出る。全然緊張しないですって「花さん花さん」とかって言われるんですけど、よく「なんか前半4曲疲れちゃいますね」ってこの間隣で言われてそう「ノーパンより疲れます」って言ってって言ってて、めっちゃ可愛いな。超可愛い。でなんか、え、なんかアンコールも意外となんかちょっと疲れきちゃうかもって言ったんですよ、始まる前に。で終わって「ね、疲れちゃったでしょちょっと」って言ったら「全然」って言われてそうかそうだよねって。めっちゃ面白い。着替え場が隣だったんですよね、手伝う時。もう可愛くてしょうがないです。なんか花
すごいガリガリだからすごい気になるみたいで、なんか花ちゃんってさ子供の頃からダイエットしてたんですかって言われて、いやしてないしてないみたいな、めっちゃ面白い子供の頃からダイエットしてたんですかって、してませんししてませんみたいな、マジ面白い、元気が出ますねはるちゃんも身長が伸びてきたまあでもなんかここにこの HKT に入ってから気にするようになりましたね。なんかそうなんかめっちゃ気にしちゃうタイプなんですよね。だから朝昼は一緒にしちゃうんですよね。なんかもうまあでも胃が小さくなってきてるっていうのもあるんですけど、朝と昼は一緒でって感じですかね。あとあんまりお腹いっぱい食べないようにしてます。お腹いっぱいなのがきつくて、はい。でもたまにやっぱりヘロヘロしちゃう時あるんですよ。あーエネルギーがないみたいな感じ、そういう時はまあちょっとつまんだりしますけど、ケータリングは食べますよたまに。あとなんか脂っこいもの最近食べれないんですよね。すぐ気持ち悪くなっちゃうんですよ。お腹すいたら寝る寝るか水飲む、あ水ってかうち炭酸水あるんですよ。炭酸水飲むとか、あとは何ですかね、我慢するとかですかねおじさんみたいなこと言うだって。いやそうなんだよねえー、炭酸水美容にいいんだって。なんか炭酸水も全然飲まなかったんですけど、お母さんが飲むようになって飲んでる、ちっちゃい飲めるようになった。何の話してるのだって、入ってから体型を気にするようになったっていう話です炭酸水てんてんてんビールしかあって俺も痩せなきゃって頑張って頑張ってください。あインスタ映えするデザートとか食べない、食べる食べる、でも食べるじゃないですか。でもご飯はそういう時は食べないです、デザートだけにします。そういう時はね、炭酸水で洗顔はしていません面白い、えできる、あそうなんだ、えなんかなんかしたらさなんかもうわーわーってなりそうなんだけど、炭酸水にやられちゃいそうお前らそんな強くないかウケるタピオカミルクティーは、あのタピオカ飲まないんですよね。一番太ってたのはいつ？いつだろう？去年の秋とか、去年の冬かな？去年の秋とか冬ですかね、わかんない。でも今年の夏は痩せてた、めちゃめちゃ。もうずっと踊ってたんで今年は痩せてましたね。
そう、タピオカなんか、タピオカってもう声が出ない、タピオカってお腹いっぱいになるじゃないですか、めちゃめちゃで、それでお腹いっぱいになって食べ物が食べれなくなっちゃうじゃないですか、他の。それが嫌だなって思って、なんかあんまり飲まないです。タピオカの流れに乗らないのは偉いだってでも画像とかは見ます。ああ美味しそうだなってあれだよ、ここのおすすめのタピオカ屋さんみたいなやつのやつだよそう、タピオカだけみたいなあれじゃない。ブラックコーヒーはいつまでたっても飲めません。皆さんってブラックコーヒーいつ飲めるようになりました？気になる。なんかもう飲む機会がないと飲まないじゃないですか、自分から。だからあ、飲めない人は結構いますね。25歳。それってその飲む機会があって飲んだのか、頑張って飲むようにしたのか。赤ちゃん、嘘、そんな嘘つくな余裕の小5、大人だけど飲めない。やっぱ飲めない人いっぱいいる。30歳、間違えて買って飲んで気づいたなんて面白い。高校生ぐらい、もう苦すぎてコーヒー飲んだらもう気持ち悪くなっちゃうんですよね。太るからブラックにした。だってなるほどね、自然に飲んだ、かっこいい。浪人してた頃、あーなるほどね、目を覚ます的な、親が飲んでたから。いや、なんかうちの、お父さんとお母さん飲むんですけど、飲まない、無理。カフェラテもうちょっと苦いぐらいかな。ブラックは飲めんかな。カフェでいつもチャイがあったらチャイを飲みます。チャイが大好きです、花は。チャイか、あとはカフェモカとか。あ、今日、スタバ行ったんですけど、スタバで初めて、ムースフォームキャラメルラテ飲みました。え、合ってるかな？めっちゃ美味しかったです、それ。まあ、普通にキャラメルラテと似てるんですけど、ムースフォームキャラメルでした。はい、おしゃれだなって、うれしい。それはムースフォームキャラメルはキャラメルラテの味がする、うん、がしたかな。チャイはなんかちょっと癖があるけど、まあ甘いよね。チャイって甘いよね。甘いです。まあ結構甘いかも。シナモンの味がするかもしれないですね。シナモン苦手な人は結構無理かも。でカフェモカは甘いです。甘いっていうか、まあ甘いですね。でも美味しいです。花は好きですカタカナが美味しいだって。可愛い飲み物が似合ってるって。ありがとうへへとか言っちゃった。チャイ甘いですよね。コーヒー類がちょっと苦手モカちゃんではないです。そう、花は甘いものが好きになりました。なんか昔マジで辛い系とかが好きで、お兄ちゃんがめっちゃ甘党だったんですよ。そう、それでなんでこんな甘いのいつも食べたり飲んだりしてんだろうって思ってたんですけど、
効果来てもうバリバリ甘党になったのか分かんないんですけど、なんかチョコのパフェとか食べるようになっちゃったし、クレープも大好きだし、なんか分かんないけどめっちゃ好きだし、甘いものが、なんかもう甘いものを食べないとやっていけんって感じもう本当になんかもう甘いものをね求めちゃってるんですよね。ストレスだってそんなことね。コーヒーゼリー無理でした。なんかビビアンがめっちゃ好きだからコーヒーゼリーを、あ、そんなに美味しいんだと思って食べたんですけど無理でした。ケーキも大好き。なんか本当に甘いものが好きすぎて、あ、ワンフォールいけちゃうかもとか思っちゃうんですよねでも絶対に無理だよね。ワンフォールって無理だよね。飽きちゃうかな。通りもん大好き。そういうやつも大好きです。どら焼きとか。プリンとティラミスは、ティラミスがいいです。ティラミス、ティラミスが好き。今は辛いものも大丈夫、大丈夫ですよ。こないだお母さんがパッタイ作ってくれたんですよ。タイ料理なんですけどめっちゃ美味しかったです。でもそれも辛い、なんかなんていうの、その韓国系の辛いとタイ系の辛いってちょっと違いますよね。でも美味しかった。パッタイってなんか、ん？タイ焼きそばだって。タイ焼きそばめっちゃ美味しいです。グリーンカレー大好きです。花、グリーンカレー苦手な人いっぱいいますよね。グリーン、ココナッツ好きなんで全然大丈夫です。美味しい。韓国の方がアニョハセヨー、カムサムニダー。パクチーは苦手です。HKT の一番の大食いは誰ですか。え、誰なんだろう、わかんない。誰なんですかね。あ、でもマリアもめっちゃ食べる。あ、でもすぐお腹いっぱいになってすぐお腹すく人、マリアは。誰なんだろうね、わかんない。あ、でもマドちゃんって昔聞いたことある、うん。あ、エレちゃんも確かに。あ、ソノちゃん、ソノちゃん、ソノちゃんね、食べるのバリ早いよマジでなんか仙台の時一緒だったんですけど、初めてこうその一日一緒にいることが多かったから、そう、え、もう食べたのって言って、しかもいっぱい食べるの。でも細くて可愛くていいですよね。はなちゃんは大食いではありません。すぐお腹いっぱいになります。日向坂に推しメンいる。はなは誰が好きかな、やっぱセンターの子かわいいなって思います。めちゃかわいいですね。誰だろうなと。あとあの子もかわいい。ちょっと待ってください。待って調べます。そう、小坂さんめっちゃ可愛いなと思います。可愛い、お顔がとっても可愛いです。これプロフィールどこに出てくる、これかな。あ、あった。
あ、でも影山優佳ちゃんとも仲良しで大好きです。あ、佐々木久美ちゃんめっちゃ可愛いって思いました。なんかお団子してるか、あの見つけてめっちゃ可愛いって思った。あ、あと上村ひなのちゃんって子可愛かった。新しい子なんですかね。まあみんな可愛いですよみんな可愛い。仲いいですよ。あなたのお顔が一番可愛いだって。嬉しいなぁ松本ひなたちゃん面白すぎる。松本ひなたちゃんマジで面白いんだけどもなんかこないださ、なんかね、あーって言ったら、なんかそのあーに対して歌い始めてびっくりしちゃった。めっちゃ面白かったんだよね。なんかあーあーあーあ、なんつったっけ、あ、なんかあーはいはいみたいなこと花が言ったら、ひなたがなんかそのままあーって歌い出したんだよ。何かをTikTok の音だったかな。もうそれをなんか多分自分気づいてなくて、なんか爆笑したら、なんか「えひなちゃん今何歌いました?」みたいなマジ面白かった。超面白い。あ、なんか最近ひなたが隣にいることが多いんですけど、なんか隣にいることが多くて、なんか気づいたらめっちゃ一人で喋っててめっちゃ面白い。でもなんか一人で喋ってるのが面白くて、もうめっちゃその喋ってることが面白くて、話しかけちゃう。めっちゃ面白い。最高。前髪パッツンしたのめっちゃ可愛かった。ファッションフルーツ動画もう一度あげてほしい。なんで花が歌って踊ってるやつかな。ファッション、うん、あの歌大好きです。あのファッション、うん、これ歌ってもね、ここまでは出ないです。ファッションフルーツの味、ほらもう高い声が出ないんですよね。何なんですかね。あーあHKT で一番好きな曲は何。最近カモミールめっちゃ好きだ。サナカモミールなんて飲まなかっただけど、飲まなきゃ元気が出ないよ。めっちゃ好きです、モカミールめっちゃ好き。お気に入りの、こないだそのこないだ歌った時にマリアとビビが踊ってくれたあ、夏の前大好き芸人さん、芸人さんではないけど、あー眠くなってきた、って寝ないでください。乃木坂さんの曲は何が好きかな。逃げ水とか好きです。めっちゃ逃げ水と何が好きかな。逃げ水がめっちゃ好きかもしれない。はい、花手綺麗だ、だってカムサムニだえ、嬉しい。ぶっ倒れるまでが一番好きだって。やったね。ミラージュ遠くから見た時、やばい、何なんだ。
顔より大きいってそれはないですあ、ガールズルール好き、花もなんだこの手なんだこの手片思いの唐揚げいいよね。小麦粉をつけてこうか、揚げてやるぜ片思いを。乃木坂の推しメンは、あ、でも遠藤さくらちゃん可愛いと思います。めっちゃ可愛い、顔が小さい。話でサマー盛り上がる、わかる、可愛いよね。ミッスンお気に入りのあの日の水着めっちゃ好き、それもめっちゃいい曲、いい曲いっぱいですね。白日夢何気好き、わかる、白日夢めっちゃ好き。なんてエレミルンちゃん、エレミルンちゃんって言っちゃった、エレミルンさんがもう最高にいいですよね。めっちゃ好きです。じゃあ今から問題出しますね。あ、ねえ待って、その前に登ると楽しかったよ、みんなめっちゃ楽しかった登ると。そう、あのマリノシティっていう福岡にあるんですけど、めっちゃ楽しいです。なんか登るとっていうアスレチック、室内のアスレチックできたんですけど、めっちゃ楽しかった。トランポリンとかあって、トランポリン、あとなんていうんだっけ、こういうやつ登るやつ、クライミング、ロッククライミングがあったり、あとなんかなんだっけ、その子供が遊べるでっかいやつ、あ、ボルダリングだ、ボルダリングがあったり、めっちゃ楽しかった。めっちゃ大きいんです本当に、もうめっちゃ大きくて天井も高くて、でしかもインスタ映えなんです。めっちゃなんかすごい中身可愛くてカラフルなんですよ。でめっちゃ楽しかった。でもトランポリンが一番楽しかった。なんかトランポリンしてる時ってちょっとテンション上がっちゃってるから、もう何でも面白く感じるんですよ。それがマジで面白かった。あ、ジェットコースターみたいなやつやばかったよ。なんか上からなんかこうやって持っていくんです。こうなんか吊るされるんですけど、マジで面白い。なんか花はしなかったんですけど、最初こう乗るじゃん、なんかこう座ってるんですけど、ターザンロープみたいなの座ってるバージョンみたいな感じのやつなんですけど、最初はこうゆっくり行くんですよ。だから花たちも見てる時に、あ、なんか、あ、そういう感じなんだって思ってたんですね。あ、ゆっくりめなんだって思った瞬間、ビューンって急に動き始めて、もうアキちゃんとかも村重さんブロンブロン横に揺れてるんですよ。もう大爆笑しちゃったもう勢いすごすぎて。でメディアの方とかもいたんですけど、もうメディアの方もびっくりびっくり、もうみんなでみたいな感じになって、めっちゃ面白かったです。楽しそうだった。でもめちゃくちゃ怖そうだった、超怖そうだったけど、でも面白かったですよそう、でも余裕ぶっこいていかない方がいいかもしれないです。なんか結構心をこう落ち着かせてから行った方がいいですね。
マリノアシティ福岡っていうところにの近くのところにあるのかな、敷地内にあるんですけど、めっちゃ大きかったです。楽しそうだったあれは。でもトランポリンが花はマジで楽しかったです。あ、クイズ、あ、しょうもないクイズなんですけど今日北条屋っていうあのお祭りに行ったんですけど、福岡の。花は3つ食べ物を食べました。1つ目は干し梅の飴食べまして、2つ目はトルネードポテト食べました。さて3つ目は何でしょうか3つ目は何でしょうか。まだどこにも言っていません。はい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 、おー、はいはいはい正解は焼き鳥でーすそれだけ。そう、でっかい鶏皮食べました。なんか結構大きかった。でもね、500円もしたの、高かった。でもまあお祭りだからいっかねーってなって焼き鳥食べた。美味しかったよ。で、なんかこう買ったんですよ、焼き鳥。あ、痛ーい、引っかいた、めっちゃ痛い。なんか痛ーい、めっちゃ引っかいた、痛かった。なんかその痛ーい引っかいた、マジで。なんかその塩で頼んだ後に見たら、そこのお店はタレが自慢ですって書いてあったやっちまったよね。なんか2人とも多分2人で、青ちゃんと2人で食べたんですけど、そのタレが自慢なのに塩を買ってしまい、はい、ちょっと後悔。なんかタレってさ、服に汚れちゃうかなと思って塩にしたんですけど、まさかのタレが自慢でした。しょうがないですねお許しを。人は夜になるにつれてやっぱ多かったですかね。あ、なんかすごいの来た、ギフト。妖精アットマーク花ちゃん、たんおしさん、ありがとう。お月見してる、ありがとう。こんな夜遅いのに、あ、1万人いっとるやん、しかも。ありがとう。花ちゃんってバレないの？バレました、バレましたって言い方はないけど、何人かにあの声をかけていただきました。でもすごい申し訳なかった。なんかあの食べてる時に、食べた後とかですごい手が汚れちゃってたない、汚れちゃってたかなと思って、めっちゃ申し訳なかったけど、めっちゃ声をかけてくださって、みんながなんかこんなところ来るんですねって言ってくれます。なんか普通にいるんですねってなんか、あ、全然いますって、はい、
ビビって声かけられないだって花ちゃん、アイズワンの福岡公演行ってませんのです。はい、行ってないから見てないんですよ。足しびれた。眠くないの？だって。眠かったけど通り越した。あめっちゃ声が痛え声が痛えって言っちゃった。今週末握手ですね。早い。楽しみだね。だってマジでずっと眠たい人、永遠に眠たい。誰かさ、こう眠くなれみたいな感じのものを出してるし、絶対にマジでずっと眠いんです。眠り姫、どこでも寝ちゃう。眠り姫、世界の終わりさんの眠り姫大好き。花めっちゃいい歌。でも歌ったらバンされちゃう。君と僕めっちゃ好きです。花眠り姫大好き、いい歌だよね。あー君はいつの日かめっちゃ好きです。寝る子は育つからね。だって十分育ちました。あ、 RPG もいいですね。あの虹色の戦争も好きです。いい子に育った。アスターライトパレードも好き、いい歌。え、いいな、ライブ行ったんだ、いいですね。とりあえず梨いただけませんか。ダメです。私の大事な大事な梨ちゃんをあげるわけにはいかないんだ。あ、声が出ない。ちょっともうそろそろお会いしようかなって思います。あと5分なんで切られちゃうんでね、切られる前に終わりにします。ということで順位を読みますね。13位ピースのおっさんさん、ありがとうございます。12位ひざさん、ありがとうございます。11位さきとさんかな、ありがとうございます。10位のんのんさん、ありがとうございます。9位あやみさん、ありがとうございます。8位八王子のどもんさん、ありがとうございます。7位コーセアットマーク富山県民さん、ありがとうございます。6位ハリさん、ありがとうございます。5位そうくんさん、ありがとうございます。4位よしじーのアットマーク花保護者会さん、ありがとうございます。3位りょうせアットマーク花ちゃんたんおしさん、ありがとうございます。2位けんせいアットマーク花ちゃんみやびーもしさん、あー、この方はまだ倒しではないんですね。はい、そして第1位は春のアットマークはなちゃんが宇宙で一番大好きすぎるさん、ありがとうございます。ということで皆さん、明日もお仕事学校頑張ってください。頑張ってね。最後にスクショタイム、可愛いの載せてください。カメラこっちにないのにこっち見ちゃった。
あ、今の載せないで絶対に。じゃあ白熊さんと、バイバイ。